やばい。ここに来て企業の倒産件数が激増してる。帝国データバンクによると、コロナ融資を受けた企業の倒産件数が累計で300件を超え、先月5月は単月ベースで過去最高を記録し、去年2021年を大きく上回るペースで推移している。コロナ融資は将来性の有無などに関係なく、業績が悪化している企業に対してとにかく金を出しまくったため、コロナ関係なく倒産してしまうような会社も救う結果となって、2021年の倒産件数は実は56年ぶりの低水準だった。そういった会社がコロナ融資で調達した金を食いつぶしていよいよ倒産し始めていて、損失は200億円に迫る勢い。今後ますますこの勢いは加速する可能性が極めて高い。そもそも助ける必要性のない会社にまで融資を行ってただただ金を垂れ流してしまった。そんなケースも多く見受けられるこのコロナ融資について、みんなはどう思う？コメント欄で率直な意見を教えて。以上。